監督、はい、こちらよろしくお願いします。お願いします。まずは開幕戦、勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合振り返ってまずはいかがでしたでしょうか。はい、もう開幕戦なのでこう相手の情報もあまりないまま入らなきゃいけなくて、まあ、どの試合どんな時でも開幕戦っていうのは難しくなるのは分かっていた。それとプラスもう今日風が強くてタフなコンディションになる。でそういう相手で、まあ、よりによってというか仙台さんだったので、まあ、リーグ屈指の高さと、まあ、パワーを誇るチームだったので、まあ、難しくなるとは思っていたんですけど、ただ、まあ、みんなにもみんなと共有をしながらこう、まあ、苦しい試合があっても勝っていくっていう上昇っていうところを今年目指しているので、まあ、そういう意味では本当によく頑張ってくれたと思います。そして前半まず最速よく先取点も入れましたけど、はい、その点はいかがでしたでしょうか。そうですね、風上を取って、もうどっちにしても苦しい時は来るしどこかで耐えなきゃいけないっていうのは、まあ、選手とも共有できてたので、まあ、風上取って、まあ、あの1点はすごく大きかったですね。そして後半はやはりちょっとあの風下ということもありまして、ちょっと守備のところが非常にまあ力を入れてらっしゃる感じもしたんですけども、後半の場面はいかがでしたでしょうか。そうですね、あの仙台さんの方が白木を入れてきたところで、まあ、大体パワープレーというか結構さらにこう縦の推進力を増してくるなっていうのがあったので、もうそこはあの攻撃というよりかは守備のところで集中切れないようにということで、通してまあ、コーチングしてました。今日の試合かなり今新加入の選手もあの投入されてましたけども、新加入の選手の活躍はいかがでしたでしょうか。はい、あの佐々木はもうあの仙台から来た子で、あの運動量もあるし、まあまあ、うちのスタイルにもすごく合ってるなので、まあ、積極的にこうやってくれるだろうと思って入れました。まあ、すごくよくやってくれてたし、新加入だったら中野とか桜本なんかもすごく今日まあベテランらしいというかそういう味を出してくれてたなと思います。新旧のこのメンバーのまあ取り入れ方ということですけども、改めて野田監督から見て今日の選手の動きっていうのはいかがでしたでしょうか。そうですね、あの本当に多分部が悪かったとは思います。この全て考えた時に、まあ、仙台のあの強さっていうのは、うん、リーグ屈指だったので、その中でもやっぱ球際だったり自分たちの距離感っていうのを大事にしながらやってくれてたっていうことで、 あと90分通してすごくみんな試合中でも声を掛け合いながらやってたし、ハーフタイムもまあいい雰囲気でやってくれてたので、今後につながるゲームになったなと思います。そして今年のスローガンマンステラということですけども、はい、このスローガンに向けて今年この第一歩踏み出した試合、はい、改めて今後の試合に向けていかがですよ。そうですね、本当メンバーも多く変わってスタッフ陣も顔ぶれも変わっていろんなことが変わった、まあ、出だしだったので、まあ、サポーターも含めてですけど、思いを一つに同じ方向に向こうっていうことで、このスローガンのもと、やっぱもう、まあ、クラブ一丸、まあ、地域一丸となって進んでいきたいと思います。最後にまた来週また次節がありますけども、はい、次節に向けて意気込みお願いします。次節、あ、次のオリプリですか。あ、ホームゲーム、ホームゲームです、ね、ホームゲームすみません、はい、はい、ホームゲームすみません。2週間で3試合というタフな中で、ただ、まあ、うちの強みはこのギオンスホームでできるっていうことなので、またたくさんの人たちに応援声援をいただきながら、皆さんと一緒にチームを作っていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。